皆さん、こんにちは。テレクトリストライターの中山です。今日はね、iPhone の話。つい先日 iPhone12 シリーズが正式に発表されましたよね。まあ、私発表されたよとか、比較についてとか、そういった動画は一切上げてないんですけれども、まあ、そういったことに関しては記事は書いてるんですけれども、ちょっと動画は一切上げてなかったんですよね。なんですけれども、じゃあ iPhone 買わないかっていう話になると、そういうわけじゃない。私は、おそらく今回は iPhone12 mini を買います。で、今回は、じゃあなんで私が iPhone12 mini を選んだのかっていう話を、ちょっと雑談的な感じでしていきたいなっていうふうに思います。もう12と12 Pro は発売されてるんですけれども、まだまだ迷ってる人いっぱいいると思います。この動画で、まあ、なんかどれ買ったらいいのかっていう参考になればなっていうふうに思います。それじゃあ行きましょう。まず簡単に iPhone12 シリーズを見ていくと、まず Pro がついてるかついてないかで大きな違いがありますよね。 iPhone12 はこんな感じで、なんかすごいシンプルな見た目、アルミニウムの筐体で、よくまあ一番わかりやすいのはカメラが2つついているところですよね。で、逆に iPhone12 Pro がこんな感じで、ちょっとラグジュアリーなステンレススチールの素材で、まあ、カメラが3つついていて、他にもライダーセンサーがついています。まあ、こんな感じでパッと見すごい12と12 Pro って全然違うんですけども、実は11の時と違ってそんなに差別化されてなくて、どれどれ、 iPhone12 と12 Pro の違いって大きく分けてカメラと素材、本体の素材ですよね。あ、そうだ、メモリの容量、これはアップル公式サイトには書かれてないんですけど、ラム、メモリの容量、あとストレージの方の容量も若干違っていて、他にはディスプレイの明るさがちょっと違うとか、そんぐらいなんですよね。実は iPhone11 の時はディスプレイが液晶ディスプレイと有機EL ディスプレイの違いだったり、他にもなんか防水の等級が違ったりとか、そういった違いがあったんですけど、今回はシンプルにカメラと本体が大きな違いです。そんな感じで、そんなに実は11の時と違ってあんまり差別化されていない。で、証拠にいっぱい分解レポートが上がっていると思うんですけれども、結構共通部品を使っていて、例えば iPhone11 の時は11が 6.1 インチ、11 Pro が 5.8 インチって、まあ、サイズも違ったんですけど、今回12と12 Pro はほとんど同じサイズで、ディスプレイとか、あとはバッテリーとか、まあ、お互いの部品を入れ替えても動くんですよね。なんで、なんか共通部品がすごいよく使われていて、共通じゃないところっていったら本当にカメラと本体の質感ぐらいしかないっていうことになってます。で、価格差がじゃあどれぐらいかっていうと、iPhone12 Pro が 128GB しかないんで、 iPhone12 の 128GB で比較すると価格差は 16,000円で、 64GB でもいいよっていう人であれば価格差は 21,000円で、今回ミニがすごい安くて、ミニの方を選ぶと価格差なんと 32,000円も違うんですね。これだけ価格差があるのに違うのがカメラぐらいっていうのを考えると、今回 iPhone12 と iPhone12 mini がすっげーお買い得っていうことがわかります。まあ、どうしてもナイトポートレートモードって言って、夜の暗いところでも背景がボケるような写真が撮れるとか、まあ、今回ライダーセンサーがついたんで、そのオートフォーカス、早いオートフォーカスを体験してみたいとか、 Apple Pro RAW っていうロー写真も撮れるけれども、その Apple のソフトウェアの補正も保存しているみたいなフォーマットを使ってみたいとか、なんかドルビービジョンの10ビットのなんかとか、ちょっと動画について僕全然詳しくないんでわかんないんですけれども、まあ、とにかく、あとは、あ、そうですね、あと望遠カメラだ、望遠カメラが欲しいとか、まあ、そういったなんかカメラに明確なこだわりがある人以外は今回 iPhone12 で十分だっていうふうに思っています。で、私なんですけれども、カメラにはこだわりはあるんですけれども、こういうカメラを持ってるんで、まあ、望遠についてはいいかなって感じですね。ちょっとまあプロダウに関してはすげえ心残りがあります。やっぱりスマホで写真撮るの面白くて、こういった一眼カメラでは撮れないようなそのソフトウェアの補正がすげえ面白くて、そのソフトウェアの補正が残ったままロー写真が撮れるっていうのがすっげえ興味あるんですけども、まあ、この価格差を投資するほどじゃないなっていうふうに思ったっていうのがまずポイント一つ目ですね。というわけで、今回 iPhone12 mini 選んだ理由一つ目が、
プロとの違いがあんまりないっていうところです。カメラに関してはまあなんかごまかして使っていけばいいかなって感じですね。プロだ、ソフトウェアなんだから12にも搭載してくれりゃいいのにね。で、理由2つ目、まあ、これが、iPhone12 のプロじゃない方を選ぶ理由なんですけど、今回その中でもミニを選んだ理由が2つ目です。で、その2つ目が、ハイエンドなコンパクトスマートフォンで、この12ミニが唯一無二だと思うからなんですね。今回 iPhone12 ミニで横幅が 64.2mm で、重量がなんと 133g とめちゃめちゃ小さくて軽いんですよね。で、これがどんぐらいかっていうと、 iPhone12 が横幅 71.5mm で 162g で、 iPhone SE の第2世代が横幅だいたい同じ、ちょっと大きめかなの 67.3mm 148g、 重量もサイズもそっちの方が大きいですね。で、初代の iPhone SE、iPhone 5 とか 5S と同じサイズのやつですね。さすがにそれには負けて、そっちは 58.6mm 113g と、まあなんか大幅に負けてはいるんですけど、 iPhone 6、6S、7、8、SE2 とか、まあそういったなんか 4.7 インチの iPhone よりも一回り小さくて、しかも軽いんですよ。これでこんなになんかコンパクトなスマートフォンで、しかも中身のスペックがハイエンドで 5G にも対応しているっていうのが、本当に iPhone しかないなって思ったからっていうのが2つ目の理由ですね。小さいスマホで言えば、こういうなんか楽天ミニとか、あとはなんかパームフォンとか、まあいろいろ小さいスマートフォン出てるんですけれども、それってどれもスペックが微妙で、メインにするにはちょっと微妙な感じなんですよね。今回、まあ、最近発表されたスマートフォンでコンパクトなものっていうと、Pixel 5が挙げられますよね。Pixel 5は横幅が 70.4mm、重量 151g と、まあ、結構小さくて軽いスマートフォン。まあ、これより小さいのないんじゃないかなってぐらいなんですよ。で、他にも横幅が細いので言えば、Xperia。Xperia 5 Mark II が 68.0mm って60mm 台に乗っていて、まあ、重量はちょっと重いんですけど、163g。で、あと他には日本で発売されてたかどうかは分かんない、確か発売されてたな、 Galaxy S20 が横幅 69.1mm 163g と、まあこの辺が最近発売されたコンパクトなスマートフォン。他にも Xiaomi とか Oppo とか、そういう中華勢もあるんですけど、中華勢結構なんかディスプレイが6インチ台後半とかで大きいものばっかりなんで、結構コンパクトなスマートフォンってあんまりないんですよね。最新スペックでハイエンドなコンパクトなスマートフォンってもう iPhone12 ミニしかないんですよね。これがグッときたところです。なんで小さいスマートフォンが出ないかっていうと、やっぱり設計が難しいからなんですよね。スマートフォンってあの SOC とか、みんな Android だとスナップドラゴンを採用していたり、なんか基板とか、あとバッテリーとかカメラとか、あと特にディスプレイですよね。結構なんか綺麗にモジュール化されていて、そのモジュールを各メーカーが選んで、まあ、なんか自分の作った筐体にぶち込んで、はいスマートフォンですって感じで売るんですけれども、まあ、そういう風になんかモジュール化すると、どうしてもとりあえずでっかいサイズにしておいて、ちょっと内部設計余裕あるようにして、まあ、なんかいろんなメーカーでちょっと個性をそこで出していってくださいねみたいな風になっちゃうから、どうしても大きいスマートフォンが出がちなんですよ。まあ、最近だとクアルコムがなんか 5G モバイルプラットフォームみたいなモジュール化した部品をスマホメーカーに供給していて、まあそれで言うと富士通のアドーズ 5G とかそれ採用してるんですけど、あれもかなり大きいですよね。まあなんか最近のスマホの潮流を見ると、まあ大きくなるのはしょうがないことですし、特にあと 5G ですよね。 5G ってつながりにくいんですよ。あれってつながりにくいんで、結構でっかいアンテナとか、あと左と右上にもアンテナがあるようにみたいな、左と右だけだとこうやって手で覆っちゃうと 5G つながらなくなっちゃうんで、まあ、左と右だけじゃなくて上と下にもアンテナが必要とか、そんな感じで、あのアンテナに関する設計も結構大変っていうので、あの 5G 対応スマホだとなおさら大きいものばっかりになっちゃう。で、そういう流れがある中でコンパクトなスマートフォンを出したっていうのがすげえいいなって思ったところなんですよ。 iPhone って4とか5の時すげえ小さかったじゃないですか。でもあれって、まあ、4の時とか 4G すらなかったし、5の時はまあ 4G がついたにせよ NFC とかそういったものはないし、あとあれって結構なんかグローバルモデルって言って売り出すより、まあ、各
各地域にローカライズされていて、なんか日本だったら日本でしか使わない周波数しか入ってないアンテナみたいな、だからアンテナがすごいちっちゃいんですよね。とか、まあなんかそういったので、小型化できたんですけど、今ってもうグローバルモデルでどこでも使えるようになっていて、対応周波数もブワーっていっぱいあって、まあ、NFC だけじゃなくてフェリカもついた。で、今回 5G もついた。で、まあ、ワイヤレスチャージも必要になった。マグセーフもついてますよね。とか、そんな感じで、めちゃめちゃアンテナいっぱい乗ってんのに、あのサイズになってるっていうのが、もう本当に、プロダクトとして素晴らしい。ぜひ、触ってみたいっていう気持ちがあって、今回 iPhone 12 mini を選びました。これが2つ目の理由。ハイエンドコンパクトが、まあ、12 mini しかないだろうっていうところです。なんか、もう、12 mini 作れるのは Apple しかないですよね。これ多分専用設計なんですよ、各部品が。なんで、まあ、なんか、何百万何千万台でないと多分ペイできないんですよね。なんで中国のスマートフォンメーカーとかエクスペリアとか全然売れないんで絶対作れないと思いますね、こういうのは。もうなんか世界一売れるスマートフォンである iPhone だからこそできたことなんですよね。なのでまあそういう他のメーカーができないっていう点ですごい気になります。で、理由3つ目、ここから先はちょっと個人的な理由になりつつありますね。今回角張ったデザインになったじゃないですか。それがあの iPhone 5S にすごい似てるっていうのがポイントですね。まあサイズ感はさっき言ったように 5S よりはちょっと一回り大きいんですけれども、まあ、それにしてもかなりコンパクトでソリッドなデザインを採用していて、まあ、それがなんか私の青春時代を思い起こすんですよね。私が高校1年生か2年生ぐらいの時に 5S が出て、でその時の iPhone 5S と iOS 7の組み合わせが本当に最高に良くて、その時代が懐かしいなって感じですね。まあ、コンパクトなスマートフォン1台を、まあ、ポケットに入れてちょっと旅に出かけるとか、そういったことをやっていた時代をちょっと思い起こすような、まあ、そういった、まあ、エモいスマートフォンですよね。小さくてギュッと詰まっているっていう、まあ、5S みたいな見た目をしているっていうのが3つ目の理由ですね。まあ、これ完全に個人的な理由ですけど、まあ、他にもどんなんだったかな。楽天ミニが思ったよりメイン端末にはなれない、まあ、当たり前のことかな。とかシンプルに、まあ、そういったテクノロジーがこのコンパクトな部品にギュッと詰まってるっていうので、まあ、コレクションしたいっていうのも理由ですし、まあ、一番最初に言ったこういったなんかカメラユーザーだから、まあ、カメラ機能で差別化されてるけれども今回その上位機種じゃなくてもいいかなっていうのとか、あと唯一心配な点はバッテリー持ちなんですけれども、公式サイトで iPhone SE2 第2世代の iPhone SE よりもバッテリーが3時間ぐらい長持ちするっていうことらしいので、まあ、あんまり心配する必要もないのかなっていうのが理由だったり、まあ、そんな感じで今回私は iPhone 12 mini を買おうと思います。予約はね今週の金曜日なんで、まあ、その時にまた予約して届いたらまたすぐに動画撮って皆さんにお届けしますので、お楽しみにしておいてください。はい、それじゃあ今日の動画はここまで。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。って言っても雑談動画に高評価も何もないか。まあいいや、他にも Twitter とか Instagram もやっていますのでぜひフォローよろしくお願いします。それじゃあまた次回の動画で会いましょう。バイバイ。また発売日に会いましょう。